松尾さん、松尾さん、ああ見てます、うん、うん、そうだね、もう始まってる、始まってます、松尾海斗です、松尾、来ましたよ、宮崎県に来ております。でね、今ね3月上旬だけど、もうあったかいね、やっぱ南国だね。今回は釜揚げうどんということで、今回はどっからそれ仕入れたんですか、場所は。これね、あの根野市、根野市が日本一周でこうね、投げ銭でこう今回ってて、重野井さんね、ねちょっと行こう、はい、ね、美味しい釜揚げうどんあるみたいなんで、それではキャンプだからキャンプ地でもあるからね、そうです、ね、そうです。何ここ、もうさ、こんなのさ、こういう感じだよねこういう感じがあるとこじゃない、これ若い、ね、動きが若い、ね、あのもう44歳になりましたから、菅ですいいおじさんですここ歩いていいとこだ、炎上するやつじゃないですね大丈夫だよね、大丈夫、あの散歩とかの人いたしね、はい、大丈夫、天気もいいし、めっちゃ綺麗、なんか癒されますね、なんかね気持ちいい、雰囲気がいいよね、この橘橋の由来、はい、どんな感じなんですか、古来この川には橋がなく、この両側で渡る船しかなかったんだって。ほーで、まあこれ2年か説明なんてね。いやいや、じゃあね、もうすぐなんで。お、はい。え、伊藤さん来ましたよ。なんかすごいいい感じの店ですね。めっちゃなんかこの雰囲気ある、その昔ながらの建物というか、来ましたよ。でもなんかシンプルだよね、だってメニューもうどんもうこれしかないから、まあ、そんな説明いいか、いただきます。言葉いらないよ、スープを飲むみたいなんです。あ、美味しい。美味しかったね、めっちゃうまかったっす、ね、ちょっとあのやわくてでもコシある感じが超うまかったっす。で、あのお母さんもあのネオシの動画見ましたやったら、やだ恥ずかしい、もうやだって言ったよ喜んでんじゃないじゃあね、次ちょっとあの崩落まんじゅう、もうなんか甘いいい香りがしてきました、ね、あれを食べに来たんだけど、多分見てあそこなのお店、あの行列、まあ、とりあえずちょっと行ってみましょうか、はい、あ、めっちゃ並んでますよ、
並びましょう、とりあえず。はい、すっげえな、だってさ、いろんなお店あるけど、ここだけ、ここだけがすごい。商店街でもここだけ。あ、そうさん。何やってんの？すげえ、なんか急にノリノリの曲、あ、すいません、でも撮らせてもらえなくなっちゃいましたノリの曲が急に怒られるから、怒られるやつ、あの、有志のこの入場、こうやって入場してくれるじゃん、やめて、やめて、怒られるから、ほんとにそれダメでしょ、そうですね、俺早くさ、このコーヒー屋に入りたいのよ、ここに行きたいの、飲みたいね、この曲が鳴ってるから入れないよ、よく行かれました、あ、行かれました、コーヒーと一緒に飲もうか、これ合いますよね、まんじゅうはあのマトウホワイトチャンネルファンの人が今並んで買ってきて、買ってもらえてる協力者がね、協力者が、はい、買ってくれてます、ちょっとコーヒー行きましょう、はい、豆、豆、豆ですね、3つですよ、なんで、うん、2パックずつ、あ、いいですね、うん、いいでしょ、シロップの方はよろしかったですか、はい、大丈夫です、あ、行きますよ、お願いします、いらっしゃい、アイスコーヒー買いました、あ、ファンの方、ありがとうございます、ファンの方から、いらっしゃい、ファンの方から、あの、ポラクマンジュさんもね、一応ファンの方にもこのアイスコーヒーをね渡して一緒に食べたいと思いますじゃあ行きましょう、いい香りです、食べようかなと、うわー、これあの2種類あってね、白あん、白あんと黒あん、あー、いいですね早速、でもどれがどれだろうね、あ、本当だ、こっちが白だ、白から、白、あ、あったかい、もちもちなんだけど、触った感じもめっちゃうまそう、だけど最高っす、最高、コーヒーも一緒にどうっす、うん、あの、南蛮屋さん、お、ありがとうございます、あの、動画も撮っていいよって顔映らないようにしてねって言って両方こう交互に食べながら、アジアのスタイルで食べ比べです、うん、ちょっと違いを教えてもらっていいですか、ん、違いを教えてもらっていいですか、あ、この違い、違いもうね、やっぱこの粒あんとこしあんの違いだよね、いや、そうですね、うん、うん、で、まあこしあんの方が白、うん、粒あんが黒味はでもうまいよ、両方うまい、うまいですね、本当に、で俺の好みで言ったらよ、好みで言ったら白かな、うん、おー、白は、はい、まあ、そもそもコシアンが好きっていう、おいしい、どちらもっかい食べてください、マジですか、でもなんか皮薄いんだ、あんこめちゃめちゃ入ってる、美味しそうに食べるね、うまっ、めっちゃうまいです、最高です、ありがとうございます、なんかあれだね、太陽の下に似合わないねどこが似合うんですか、どこが似合うんですか、分かんないけど、なんだろうな、小屋、砂場とか、あ、ごめん、いや、こっちだったな、手があった、やめてください、ごめんごめん、最高です、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます、美味しかったです、はい、どうも、はい、シールとかもしよろしかったら、ありがとうございます、あ、あの、
YouTube チャンネルもしてる。あ、そうなんですね。よかったら、はい。さすがに貼れなかったけど、うん、お渡し。あ、少しだけもしあれだったら出させてもらうかもしれない。大丈夫です。はい、あ、そうだそうだ。はい、失礼します。すみません、ごちそうさまでした。シール受け取ってもらえた。シール受け取ってもらえた。やったな。シール受け取ってもらえた。よかったですね。勇気はなかったけど。いやいや、テロですか。それはテロです。それはテロです。